私と一緒に宝物を探しに行く？攻撃だから遠距離パーティーを編成して攻撃しましょう。軍団の遠距離は9兵は敵単体、属性相性を活用しましょう。まおすすめ編成出陣をタップしてください。拠点から提供されるお金や物資以外、資源を使ってランクアップするには
拠点がランクアップする。引き続き拠点を奪還し、領地発展のために頑張りましょう。今回はどうやら月ボタン、これ人軍団ボタンをタップ、ハールトンをタップしてください。スターリンクをタップしてください。月星が崩壊した今、月星の知恵は全ての能力を確信、そして試しに出るといいな。今日は私と一緒に宝物を探しに行く？
主様、もう軍団の扱い方が慣れてきましたし、制御振り返りをタップしてください。画面は振り返りモードに切り替わります。画面の周りに紫色の霧が漂ってると、振り返りの放牧草原をタップしてください。これらのステージは体力と資源を消耗せずにプレイできます。ただし自動出兵、加速、ここはあなた自らの操作でくぐり抜けるしかないですね。星3条件を達成すると、Widget。